女優の広瀬すずさん22歳が新型コロナウイルスに感染したことが6日分かりました。所属事務所が公式サイトで公表したもので、体調の異常や症状は出ていないということです。所属事務所によれば、撮影に参加している作品の集団 PCR 検査を受けた結果、この日に感染と診断されたそうです。今後は保健所の指示に従い適切に対処をするとし、仕事関係者、共演者の皆様、応援してくださっているファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。弊社におきましては、引き続き所属タレントやスタッフの感染防止及び予防対策を徹底し、安全の確保に努めてまいりますとしています。このように自分では気づいてないだけで実は感染してるという人が多いんでしょう。私も症状はないが感染してるかもしれない。